高昇天皇は、日本の、第五代天皇。日本初期での名は、三松彦かえし天皇。決死圧白の一人で、実在性については、諸説ある。第二本美子志友天皇の御子。母は、生き石耳命の娘の天父四姫命。兄弟として、同母帝に竹士美子木とも生命がいる。父三角が崩御した翌々年の1月に即位。同年7月。 脇上道神宮に塔を移す。即位二十九年、終わり連祖の英知世襲の妹の世襲足美名を、皇后として天、足彦国を詩人名、大和垂らし被告に推し人損を得た。即位八十三年、宝魚。寒風死亡である、高明は、八世紀後半に、大江の見船によって先進された名称とされる。日本初期、古事記とも、系府の記載のみに限られ、 ケツシアツシロの一人に数えられる日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。高尚天皇脇上千神宮四比宮の名称は、日本書紀では脇上千神宮、古事記では葛城の脇上宮。宮の伝説地は、 現在の奈良県五瀬市池の内周辺と伝承される。同地には、脇上地新宮市石ぶが建てられている。この説は、日本初期、水戸天皇21年11月上に作られた脇上池の所在地を付近に想定したことによる。実際に、脇上池が脇上地新宮の救命の由来であったとすれば、宮の語り出しが水戸城の作り池以後になると指摘される。 高昇天皇脇上博多三上漁領,領の名は、脇上博多三上領。宮内庁により、奈良県御世市大和三室にある俗称、博多山に自乗されている。宮内庁上の形式は山形。領について、日本書紀では前日のように、脇上博多三上領、古事記では、脇上博多三上の所在とある。一方、仙台旧寺本義では宝御の翌年に葬ったとみえ、 宝魚38年後に葬ったとする日本書記の記録と相違することから、校舎を改装と見る説もある。演技式書領料では、脇上博多三条領の名称で、大和国区図上里にあるとし、町域は東西六町、南北六町、宿護後煙で遠領としている。しかし後世に、書伝は失われ、元禄の丹領で原領に自乗された。領近くには、 交渉天皇の礼を祀る交渉天皇神社があるが、これは古く、宮城にあったものを幕末の修法の際に、現在の東側隣接地に移したものになる。また皇居では、九中三殿の一つの高麗殿において、他の歴代天皇、皇族とともに交渉天皇の礼が祀られている。交渉天皇を含む水勢天皇から開花天皇までの八代の天皇は、日本初期、 古事記に、自責の記載が極めて少ないため、決死厚城と称される。これらの天皇は、知性の長さが不自然であること、七世紀以後に一般的になる、はずの不死間の直系相続であること、宮、寮の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと、等から極めて創作性が強いとされる。一方で宮号に関する原点の存在、年数の傘上げに、 天皇大数の尊重が見られること、式屋型主や重子屋型主との関わりが、警府に見られること等から、すべてを虚構とすることには否定する見解もある。和風志望である、三松彦から返し根のうち、三松彦は、後世に付加された、微笑、末尾の根は、神明の末尾につく、根と、道義とみて、交渉天皇の現像は、返し根という名の古い神であって、これが、 天皇に作り変えられたと推測する説がある。ありがとうございます。